おはようございます。 YouTube 講演家の鴨頭義人です。本日の提供は Twitter で鴨さんをフォローしている浜田昌司です。鴨さんの YouTube 動画も素晴らしいですが、 Twitter の発信も素晴らしく、いつも気づきをいただいています。私のアカウントのフォローにも感謝ですという浜田昌司さんの提供でお送りいたします。浜田昌司さん、いつもありがとうございます。大好きです。ただいまボイシー大人気なのでプレゼント実施中でございます。日本人の 95% の人が持っている話し方の悩みを解決する2時間19分の一般公開していないマル秘セミナー映像をプレゼント中でございます。こちらのゲットする方法は鴨頭義人の公式 LINE で、お友達追加していただけるとゲットできますので、ぜひご活用ください。そしてボイシープレミアムリスナーめちゃくちゃ力入れております。YouTube だったりとか講演会っていうのはすでに法則化された内容を聞けるのですが、この、プレミアムリスナーは違います。現在鴨頭義人が手掛けているビジネスや社会貢献のもう、冒険の物語になってます。はっきり言うと大失敗しましたっていう話とか、やっぱり諦めましたっていう話だったりとか、お金が足りなくて会社潰れそうみたいなめちゃくちゃリアルな話もしているので、ぜひビジネスや社会貢献で、レベルアップしたい方や鴨頭義人の頭の中を覗いてみたいという方は、このプレミアムリスナーが一番取れ高が高い、ぜひぜひ登録してください。月額900円で毎日10分喋ってます。最後にお知らせです。焼肉マフィア池袋店の、イベントのお知らせです。あ、今日じゃん。今日12月23日鴨頭義人誕生日でございます。せーの、いいね。誕生日の放送でした。今気がつきました。イベントをやってます。これ当日でもお申し込みいただけるのかな、いただけそうな気がします。3部制でね、もう第1部の12時と第3部の20時はほぼほぼ完売しましたが、第2部の16時からまだお席がありますので、もう今日でもね、もう今日行きますみたいなノリのいい方はぜひぜひお申し込みお待ちしております。また12月25日の夜、クリスマスシャンパンナイトといってですね、第1部16時と第2部20時からイベントやっておりますので、こちらの方はまだまだお申し込みいただけますのでお待ちしております。ということで、本日はですね、ゲストの方お二人来ていただいております。カモイングリッシュを、一緒に今作っている、スーとカオリンのお二人お招きしてます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。一言ずつちょっと自分は何者なのか自己紹介してもらってもいいですか。スーから。はい、ニックネームスーです。本名は船橋ゆき子です。英語学習コーチとして活動しています。今カモさんとそしてカオリンと一緒にカモイングリッシュゼロ期をですね、絶賛、プランニングと、それから、講師をしています。カモさんとの接点は話し方の学校初期ですね、第4期。第4期やばいね。2014年とかなんかそんな、だから鴨頭義人無名時代の生徒さんです。はい、からのお付き合いになります。はい、よろしくお願いします。なんか今出てる本は、英会話は筋トレ、中2レベルの100例文だけで英語がスラスラ喋れるという本が絶賛発売中、今年の4月に発売されたんですけれども、めちゃくちゃ調子いいですよね。8釣りまで行ってます。やば、3万部、8釣りやば。ありがとうございます。超絶イケてる講師なので、ぜひ本の方もチェックしてあげてください。じゃあカオリンお願いします。はい、カオリンと申します。紹介カオリと申しまして、私は、これからカモイングリッシュの、講師として、こっちやらせていただくんですけれども、今まで、英語圏の主要5カ国アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドに10年間住みまして、で TOEIC も満点を持っているということで、オンラインで今スクールを運営しております。で私も本を出版して Five Eyes English という本を、今年出版させていただきました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。せーの、いいね。いや今ちょうどねガモイングリッシュの打ち合わせをしておりまして、いやすでに、プロトタイプの第0期という名前のやつはやっていて、これって、3つのコースになってて、今やってるやつはエンジョイコースっていうのが3ヶ月やって、その後トラベルエンジョイコースっていうのがあって、で、次の3ヶ月が、エンタメエンジョイコースみたいになってて、でこれをやっていくうちにその3つのコースの中の真ん中のトラベルエンジョイコースがむちゃくちゃ価値があるなってことで、この真ん中のコースだけを抜き出してもっと深掘りできる設計にして、いよいよ
2022年の1月からですね、オープンにしていこうということで今打ち合わせをしている最中でございます。トラベル、エンジョイコーストラベルイングリッシュっていう名前にするかな、トラベルイングリッシュコースのコンセプトは海外旅行が10倍楽しくなるっていうコンセプトにしていて、これなんでこれをやりたいって思ったかっていうと、僕自身が大人になって海外旅行に例えばかみさんと子供たち2人と行くじゃないですか。行くとですね、うちのかみさんもともと教員免許持ってて、英語でき喋れるんですよ、でうちの娘も息子も英語、能力的に喋れるんですよ、喋らないけどね、恥ずかしかったで鴨頭義人だけ喋れないんですよ。でそうすると海外旅行の例えば美味しい食事をしたとか素敵な景色を見たとかそういう喜びを味わえるけど、帰りちょっと思ってることがあって、なんかちょっと喋れない親父の姿見せちゃったなみたいな。で子供たちは見てるわけ、かみさんは喋ってるけど父ちゃんは喋ってないなみたいな、なんかそれをなんか感じた時に、やっぱ英語もっと喋れたら、海外旅行って絶対全て楽しくなるなと思って、でこんな風に感じてる人っていっぱいいるんじゃないかなと思ってて、で特に僕みたいに、僕の場合は中学校の英語からもう落ちこぼれてて英語の授業辛すぎて脱落したタイプ、でもう一人タイプがいるなと思ってて、学校の英語はある程度できたしテストもできたが、実際に外国人と喋ろうと思うと喋れなくなっちゃうって、いますよね、そういう人。います、いっぱいいます。やっぱそうだよね、そういう人だらけですね。あ、やっぱりね、その人たちが自信を持って海外旅行に行けるっていうコンテンツを作ってて、今5つの場面を設定してるんだよね、まずはフライト、空港のチェックインとか、フライト、そ次が、ホテルのチェックイン、もちろんチェックアウトもね、ホテルとの人とのやり取り、それから移動だね、タクシーとかバスの乗り方とか、あとちょっと道を聞きたいとかね、博物館どこですかみたいなやつとか、それからレストラン、レストランにいて注文するときドキドキするもんね、レストランでの注文、それから最後に、お買い物、やっぱお洋服買ったりお化粧品買ったりお土産買ったりしたいと思うので、大体、この5つを押さえてれば海外旅行って楽しいよね。本当です。そうだよね、これ以外いらない、いらないね、これ以外はもうビジネスになっちゃうから、でそのレベルはうちはやらない、うちはコンセプトがあって、日本最低レベルの英会話スクール、このコンセプトがちょっと秀逸すぎてやばいですね。すごいよね、だからうちを卒業して英語がもっと勉強したくなったら、いわゆる日本にいっぱいある英会話スクールに次にどうぞ行ってくださいみたいな感じになっていて、うちでは英会話スクールも挫折した人とか、学校の授業も挫折した人とか、実際海外に行って外国人と喋ろうと思った時に挫折してしまった、そういう挫折体験のある人用の英会話スクールを作ろうと思っているので、そういう人ぜひ来てほしいなって思うのと、あと実際に今第0期のメンバーとして一緒に学んでて思うのが、なんか英会話を学ぶと日本語のコミュニケーション変わるね、やっぱハートがオープンになるんだろうね、ものすごくちょっと稚拙な例えだけど、日本人ってご飯食べてると、あ、これすごい美味しいねみたいなそういう喋り方なんだけど、英語にはそれなくて、デリシャスみたいに心を解放しないと喋れないんだよね。だから英会話を学ぶことによって心が解放するっていう体験をすると、こっちの方が心地いいってなっちゃうから、日本語のコミュニケーションも、あのレストランめっちゃ美味しいから一緒に行こうよみたいな、そういう喋り方になってしまうなっていうのが分かって、でもそれで言うと心を解放させるようなクラスにカモイングリッシュをしているっていうのが多分大きくって、間違いない間違えてもいいよとか、まずは解放しようみたいな、そこの雰囲気を作ってるからこそそれが起きてるっていう。確かに 100% 怒られないもんね、絶対褒められしかしないもんね、すごいって前より喋れてる、単語言えたみたいな、確かに宿題やったねみたいになってるもんね、でもそれ関係あるね、いや学びの場っていうか、僕は話し方の学校もやってね、話し方の学校の卒業生なので2人も分かると思うけど、学校は失敗するために来てほしい、で学校の中でいっぱい失敗して気づいて、それを現場で発揮できるようになってほしいっていうのが、もともと学校を作る時のコンセプトなので、このカモイングリッシュも同じようにしようと思ってて、
っぱりカモイングリッシュでもたくさんなんかレッスンの時にいっぱい、まあ、失敗というか挑戦してほしいよね、うんうん、とりあえず喋ってみる、うんうん、とりあえずなんか言ってみるっていう、なんか日本人の人って自己完結しなきゃいけないって思い込んでる人が多くて、はい、だからほら、うん、実際の今の今やってるプロトタイプのカモイングリッシュのレッスン中にもよくあるのが、うん、僕より英語喋れる人の方がワークの時に喋らないってあるのありますね。あるよね、うんうん、俺めちゃめちゃ喋るじゃん、うんうん、で伝わっちゃうっていう、そう、そうなんだよね。もうだって単語しか使わないし、なんならね先生がスーがやってくれてたけど、うん、あの単語以外喋らなくていいですとかで平気で言うし、はいはい、でも単語も出ない時あるんだよ、うん、でも単語出なくていいのよ、ジェスチャーがあるから、うん、で自分が伝えたいことが直接言えなくても他のもので例えちゃえばいけるわけじゃない、はい、なんかそういうのができるようになるっていうのは、コミュニケーションって目的があるのに手段にやっぱりハマってしまう人が多いなと思ってて、うん、ちゃんと喋らないと伝わらないと思ってる人多いけど、ちゃんと喋らない方が伝わるってあるじゃん、うん、ありますね。だからよく思うんだけど、海外の人が日本に来てね、日本語をちゃんと主語述語形容詞とかで喋ろうとしたら喋れないし、うん、聞く方も大変なんだよね、何言ってか分かんなくなっちゃうから、それよりなんかサンシャインシティゴーとか言われた方が、うんうん、言った方が楽だし、うんうん、海外の人が日本に来たらサンシャイン行くって言ってくれれば、うん、ああ道が知りたいんだなって、こっちがさ要は、はい、なんだ本土の人間が余計なことを言わないで聞いてくれた方が楽なんだよね、うんうんうん、でも多分海外旅行に行った時日本人でちゃんと喋ろうと思って帰って向こうの人ははいはぁとかってなっちゃって、うんうん、怖い、あやっぱりいいですとかなってると思うんだけど、そんなん堂々とねなんかナイアガラリバーとかって、ね、滝なのにリバーとか言っちゃった方があこいつ滝のことリバーって間違ってんだなとかって、うんうん、向こうがと受け取ってくれるはずなので、うん、なんかそんぐらいなんか間違いを恐れないマインドの方が会話コミュニケーションは成り立つなと思って、うんうん、協力関係がねそこで芽生えますよね。そうだよね、なんか出川イングリッシュをすごい僕らはリスペクトしていてなんかソーリーソーリーとか言いながら声かけていくって、あれ絶対間違ってるわけじゃん、うん、何謝っちゃってんのって感じなんだけど、うんうん、だけど彼のマインドだと相手が頑張るんだよね、うん、そう向こうの人がなんとかこのちんちくりな日本人が伝えたいことを、うん、なんかカバーしてやろうって頑張って、うん、で相手の外国人の人がカバーできた時にすごい笑顔なんだよ、うんうんうん、あ俺は彼の役に立てたみたいになるから、なんかそういうコミュニケーションで海外旅行を切り抜けた方が、うん、きっと日本人のなんだ、あ日本人ってすごい楽しいやつらなんだなとか、僕らとコミュニケーション取ろうとしてるんだなっていう総量増えると思うので、カモイングリッシュはそういう日本最低レベルのイングリッシュスクールを貫いていこうと思ってるので、うん、なんか楽しみだよね。楽しみですね。だからちょっと今日ボイシー聞いてくれてる人に僕ちょっとコメント欄で書いてほしいなと思ってるのは、私はその英語に対してコンプレックス持ってますっていう人がどれぐらいいるか知りたい、うん、知りたいよね、はい、でコンプレックス一応大きく分けて2種類で知りたいなと思ってて、うん、まず鴨頭と同じように中学高校の授業からもうこぼれた系、もう学校からもう無理でしたっていう人と、学校の時はいけてた気がするんだけどリアルなコミュニケーションでちょっと詰まっちゃってる、困ってるよっていう人の、なんかコンプレックスの2種類、うん、学校の段階でコンプレックスなのか社会人になってから現場でコンプレックスになってるのかっていうのをちょっと知りたいので、コメント欄にいっぱい書いてほしいなと思います、はい、でそういう人は全部カモイングリッシュのとこ来てほしいと思ってるので、うんうん、なんか楽しみにしててほしいなって思います。なんかこれカモイングリッシュに限らずだけど、学びってなんかその人の人生の次元上昇になるなっていう話をさっきね、はいうんうんはい、してたんだよね、うんはい、もちろん人生の次元上昇するきっかけって他にもあって、分かりやすい例で言うと命の危険、なんか病気、大病を患ったとか、事故が起きたとか、あとは人間関係ですごいショックなこと、それこそ誰かとの死別だったりとかする時もあるし、恋愛、大恋愛で大失恋したとかもあると思うんだけど、そういうすごい大きな痛みを伴わない次元上昇ってもう学びしかないなと思って、
学びってそんなに大きな痛みを味わわなくて済むけれども、やっぱり人生がバッと変わっちゃうきっかけになると思うので、カモンイングリッシュもそういう次元上昇のきっかけになるようなコンテンツに仕上げていこうとしているので、うん、はい、ぜひこのボイシーをお聞きの皆さん、リリースするタイミングは来年の1月から募集が始まって、はい、うんうん、2月以降にレッスンを受けられるっていう風に進めていこうと思っております、はい、うん、はい、まあ、鴨頭義人の言うことなので遅れることはよくありますが、なんとか頑張ってそのタイミングでリリースしようと思っているので楽しみにしていてください。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね。じゃあね、バイバイ。バイバイ。カミングスーン。